マーベラーの96、後のマンフロイ。90年代前半を、大暴れしたあのゲドル・リドルの息子です。母の父はイギリスダービーを、制したサーイバー。まさにダービーを勝つために生まれたかのような血統なんですが、なぜかダートしか走れませんでした。まあ何派ともあれデビュー戦です。ダートしか走れんと早え。能力の高さは間違いないわけです。ちょうどここまで動画にした馬は全員芝の馬だったので、たまにはダート路線をやっていくのもありなんじゃないですかね。新潟競馬場、本日の第3レースの発走です。いけー、童貞の息子の息子。見事なスタートを切りました。さあ先行争い、大方の予想通りマイネスオース、先頭を伺います。シルキーレイン、競りかけていきました。さらにはアイキシャーディ、3番レイトマローン、その後ろ先手を取ったのはマイネスオース。これに続くのがマキバフリマ、マンフロイ、後ろから最後方にレッドスズラ、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭は1番マイネスオース、リードは1馬身から2馬身アイキシャーディ、それに続いています。その後ろにマキバフリマ、これに続いてレートマローン、ここにつけたのがシルキーレイン、一番人気のマンフロイ。現在後方からしんがりからレッドスズラ、もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番マイネスオース、2番手はシルキーレイン、3番手にマンフロイ、絶好の手応え。大外から青の帽子マンフロイ伸びてきた。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一番前にはマイネスオース、外目をついて伸びてきます。マンフロイ残り 200m、 マンフロイ先頭だ。マイネスオース離されていく。マンフロイ強い強い。マンフロイ圧勝ゴールイン。2着にマイネスオース、3番手にはレッドスズラン。これは桁外れの強さだ。マンフロイ、そういえばこの馬の主戦どうしよう。吉富先生は10ラウンド任せちゃってるしな。ダートってこの時期マジでレースねえのな。というわけで海外に遠征しています。主戦はまだ悩んでるとこなんで、とりあえず武豊を指名。これまで海外飛ばしで散々白石くんに邪魔されてるこの男、その飛ばした先できっちり勝って帰ってくるので、ゲーム的には海外で勝たせてもらった判定になって、実は吉富先生より白石くんへの好感度高いです。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。いけー、童貞の息子の息子。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ステーブルエリート、前に行きそうです。アリエルウィル、それに続いています。さらにはカレラリンキー、2番セコイアペティション、その後ろ先手を取ったのはステーブルエリート、マンフロイ後位の一角、その後ろからはアークジョージ、トワイライトジャーニー、それに続いています。並んで11番エクストラシゼア、内からスナックブルー、青の帽子フィールドバーター、その後ろこの位置にアンタフェクスモーガン、その外からマジェスティックパートナー、しんがりからストームキングスウェイ。各馬砂煙の中をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はステーブルエリート、外を通ってカレラリンキー、1番マンフロイ、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ステーブルエリート、このまま行けるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭を行きます。ステーブルエリート、2番手以下も差がなく続く。先頭変わってマンフロイ、後続を引き離しにかかる。残り 200m、 マンフロイ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はエクストラシゼ、マンフロイ1着。2着はエクストラシゼア、3着にストームキングスウェイ、マンフロイ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。そういえばサイレンス鈴鹿に乗せてパワーレベリングしてる和田が、そろそろいい感じに仕上がってきてるんだよな。よし、それじゃあマンフロイの主戦は和田に任せよう。99年クラシックは芝はオペラ王で、ダートはマンフロイで和田が蹂躙するぜ。こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。童貞の息子の息子。ソリッドクリーナ、ポスターエアボール、こ
この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくマンフロイ行きました。続いて前へ行くのはソリッドクリーナー、さらには新生ライデン、漆黒の馬体スワーブキープ、その後ろ先手を取ったのはマンフロイ、これに続くのがポスターエアボール、その後ろからはボーラムモナシア、その横にスコッチベッド、シリーパレス、すぐ後ろ内を通ってリーガルドライン、その外にカポートクローズ、これに続いてコモンズセイント、最後方にイングランズレイン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、依然として先頭は3番マンフロイ、リードは1馬身から2馬身ソリッドクリーナー、それに続いています。少し開いてポスターエアボール、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はマンフロイ、さらにリードを広げました。2番手はソリッドクリーナー、間を挟んでポスターエアボール、3番手さあマンフロイ、このまま逃げ切れるかどうか。さあ直線に入りました、これからの勝負、先頭を行きます。マンフロイ後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。あと 200m、 マンフロイアドバンテージをキープ、後ろはどうか、カポートクローズ、これは届かないか。先頭はマンフロイ、強い強いマンフロイ、圧勝ゴール。2着はカポートクローズ、3着にリーガルドライン、勝ったのはマンフロイ。この時期のダートはレース少ないからね、出られるレースは全部出ちゃうぞ。同じ機種で勝ち続けると絆が深まって機種の能力が上がる仕様もあるんで、それも狙います。当然走るだけマンフロイの寿命も削れてしまうのですが、まあ気にしないで、マンフロイは成長型覚醒なんで寿命無限ですから。東京競馬場、本日の第8レースの発走です。スタートしました。童貞の息子の息子、エリモセールズ、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがエリモセールズ、先手を取りました。その外からアルアラ、その後ろにアドマイヤグース、外を通ってオートリバランド、内を通って崩壊アラート、すぐ隣にエリモクラフト、マンフロイ、いい位置です。その外に交渉アロール、この集団に西雲アイアン、内からベルズメーカー、その隣にレッドグリレット、この位置にマイネルグッドリー、内からはディージェントブラフ、その後ろにグラッドネスリブレ、隣にはオートリグリフ、しんがりからハードシティ、各馬砂煙の中をかけていきます。 OK 機を通過していきます。さあ先頭はアルアラ、エリモセールズ、ほとんど差がありません。3番手にマンフロイ、絶好の手応え。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭にアルアラン、内からぐんぐんとマンフロイ、先頭アルアラン、これは厳しいか。ディージェントブラフ、いい足、ここから勝負をかける。残り 200m、 マンフロイ伸びてきた。残り 100m、 2番手はディージェントブラフ、マンフロイ先頭だ。先頭はマンフロイ、1着でゴール。続いてディージェントブラフ、3番手にはブラッドネスリブレ、1番人気に応えました。マンフロイ見事です。序盤ちょっとだけ芝走るからレース選択間違えたかなって焦ったけど、そんなことはなかったぜ。マンフロイの G1 初挑戦です。このゲームの気候遠征、さすがに海外ほどじゃないんですが、馬が弱体化します。普段ならそんな気になるようなもんでもないんですが、今回は最高難易度でやってるので、輸送苦手な馬は結構きつかったりします。全国から集まった若馬たちがダート2歳馬チャンピオンの称号を争います。冬の川崎競馬場 1600m、 全日本2歳優駿の発走です。スタートしました。童貞の息子の息子、新生ライデン、タガノプライ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく新生ライデン行きました。続いて前へ行くのはタガノプライ。さて先頭を見てみましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはブリオンザサンクス、その外にタガノプライ、その隣に新生ライデン、これに続いてジャパンレード、内を通ってダンシングキャッチ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、すぐ後ろにモミジイレブン、ここにつけたのがフレアソレイユ、大隅フェイバー、それに続きます。すぐ隣にアイキスクラッチ、その後ろにビーマイロバリー、内からはタポートクローズ、並んで無敗の青箱モンズ、内からアドマイヤグロース、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。新生ライデン、オリオンザサンクス、これはいい手応えだ。
間を挟んでもみじイレブン、3番手ダート2歳王者はどの馬だ。若駒たちが直線になだれ込む。一番前には新生ライデン、外から勢いよくマンフロイ先頭を行きます。オリオンザサンクス、マンフロイ前に出る、差が開いていきます。マンフロイ1着、2着にオリオンザサンクス、その後ろにカゴートクローズ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはマンフロイ。まあマンフロイには関係ない話でしたね。今作から増えた国内ダート重賞、これのおかげでデビューが遅いダートの馬が海外遠征やりやすくなって、ちょっと助かったりしてます。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。童貞の息子の息子、磯野ガウン、キャプテンズバ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく磯野ガウン行きました。続いて前へ行くのはキャプテンズバ、さらには新生ライデン、8番ホールドショード、その後ろ先頭は新生ライデン、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。少し開いてアナイブオードリー、外にはカダンスベアラー、隣にはタコートクローズ、その横にインバーマリン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ここにアンソニーキーウィ、すぐ後ろにベアリーラン、ここにつけたのがストライクブロンズ、外を通ってポスターエアボール、オールマイクラス、すぐ後ろしんがりに構えたのがマンフロイ。各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。前の方からもう一度12番新生ライデン、前として先頭、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は新生ライデン、キャプテンズバ、いい足で伸びてきた磯野ガウン、3番手マンフロイ、この位置から届くのか。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭に新生ライデン、外から足を伸ばします。キャプテンズバ先頭を行きます。新生ライデン、マンフロイ伸びてきた、マンフロイ抜けた、差が開いていきます。先頭はマンフロイ、一着でゴール。1着にはどうやらフェアリーラン、その後ろにカゴートクローズ、勝ったのはマンフロイ。ダートの馬の宿命だけど、こいついつも遠征してんな。今度はアメリカの重賞ですね。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。童貞の息子の息子、見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が波乱に立つでしょうか。先手を取ったのは予想通りドリームズギャロア、さらにはアンサーライブリー、8番マシーンイベイジョン、その後ろ先頭はドリームズギャロア、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。大きく離れましたマリリンクレス、少し離れてアビリオンサンタ、続いています。少し開いてセプテンバープロフィット、その後ろにセイアプト、その後ろからはカットラスマリーン、これに続いてネームオーベスト、内を通ってオープニングキャロティーン、ここにつけたのがクワイエットガーデン、これに続くのがスパーグインストーン、しんがりにポツンと一頭マンフロイ。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、依然として先頭は7番ドリームズギャロア、さあ先頭は依然として7番ドリームズギャロア、アビリオンサンタ先頭に迫っていく、マリリンプレス3番手マンフロイ、まだ来ない、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はセイアプト、離れてアンサーライブリー、その隣からはマリリンプレス、ダウンでセプテンバープロフィット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭を行きます。セイアプト、マンフロイ、叩き合いになるか。マンフロイ、わずかにマンフロイ体勢有利、優勝。ちょくちょくアメリカの重賞に出てるところから察してる人もいるかもしれませんが、マンフロイはアメリカの3冠を狙いに行きます。今作から国内にもダート3冠があるんですが、まあせっかくならこっち出てみたいやん。
こちらアメリカのターフウェイパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。童貞の息子の息子、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはキップリング、2番手はアストロンコット、前の方からもう一度先手を取ったのはディングドアウル。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、アンブライドルズジミー上がっていきました。これに続いてドーンズコロニア、その外にキップリング、これに続くのがブルックルビー、外にはマウンテンキロ、ボンマージュオデッサ、それに続いています。内からキーナーラッキー、ウォールビガー、この馬もこのグループ緑の帽子、アストロンコット、その後ろ隣にはアジュディコース、マンフロイ、この位置です。内を通ってウォールモック、すぐ隣にトワイライトジャーニー、各馬砂煙を上げてかけていきます。では前の方から見てみましょう。14番キップリング、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はキップリング、まだ粘っています。内からアンブライドルズジミー、さあアンブロ前を捕まえられるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマウンテンキロ、離れてキップリング、並んでアンブライドルズジミー、離れてドーンズコロニア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はマンフロイ、ウォールモック、前とは離されたマンフロイ、後ろはもう届かない、マンフロイ圧勝、今ゴールイン。優勝2着はウォールモック、マンフロイ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。三冠レース前哨戦です。前哨戦も G1 で、しかもダービーってもうめちゃくちゃだな。こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。童貞の息子の息子、見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。大方の予想通りドリームズギャロア先頭を伺います。アジーズノート競りかけていきました。さらにはグローイングアリ、足毛の馬体、グリールアスター、その後ろ先頭はドリームズギャロア、短期の逃げに持ち込みたいところ、その後ろにピースブルウィンドウ、これに続くのがスティーブン・ガット・イーブン、すぐ後ろにエントリー・クマール、後ろからの競馬になりました。マンフロイ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その後ろにパーシャーモミーク、外を通ってエンペラータイムズ、この集団にブリティッシュデピティ、内を通ってカットラスマリーン、内からエピキアズページ、しんがりからアイソトキルデア、各馬砂煙の中をかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてドリームズギャロア、ビースブルウィンドウ、いい足で伸びてきた。3番手にマンフロ、絶好の手応え、大外を通ってオレンジの帽子、マンフロ、これはいい手応えだ。後続集団も追い上げにかかります。ドリームズギャロア先頭、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭は変わってマンフロイ、あと100、2番手はエンペラータイムズ、マンフロイ先頭だ。マンフロイ、マンフロイ勝ちました。2着にエンペラータイムズ、3着にパーシャンゴミーク、マンフロイ、日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利、圧巻の走りを見せてくれました。今回はここまで。次回米国三冠編。